じゃあ自己管理できない人ってどういう問題抱えてるかっていうと大きく分けて3つあると思います。まず1つ目、情報不足。で、2つ目が、体験不足。で、3つ目が、接触不足ですね。これ順番に解説をしていきます。で、まず1つ目、情報不足ですね。で、情報不足に関しては、人生の選択肢を知らない状況ですね。で、これどういうことかっていうと、本当大学生の僕は本当そういう感じだったんですけど、大学2年までって、大学生活3年までか、本当にもう毎日ダラダラ過ごすみたいな。もちろんその、なんか積み上げというか、まあ、日々の勉強とかも読書すらも一切していなくて、僕22歳まで読書すらしてなかったんですよ。まあ、そんな感じで、まあ、努力しないことがもう当たり前の人生だったんですね。で、あと言うまでもなく、人生の目標とかもないですし、あと友達とまあ、ダラダラ遊ぶみたいな。あとなんか、まあ、それってダラダラしてると暇じゃないですか。で、暇だから友達になんか誘われて、なんか当時、合コンとか言って、まあ、調子こいて合コンとか言ってたんですけど、まあ、合コンもなんかすごいつまんないじゃないですか。なんか初対面のなんか、どうでもいい人となんかどうでもいい話をして、あ、すごいつまんないなと思って、まあ、そういう日々を過ごしていたんですね。でも一方で、まあ、最近とか、あと、大学卒業してからぐらいかな。まあ、そこから僕って結構その行動の仕方すごい変わったんですけど、やっぱりその行動できる前とできた後って何が違うかっていうと、もう情報量は圧倒的に変わったんですね。で、それは身の回りの環境が変わったからっていうのもあるんですけど、あ、こういう風に努力をしていけばとか、こういうスキルを身につけたら、こういうライフスタイルが手に入るんだみたいな、まあ、そういうのも分かったわけですね。で、具体的に言うと僕の場合は、まあ、一番最初思ったことが、あ、プログラミングめっちゃいいじゃんと思って、プログラミングを勉強したら、まず営業しないですよみたいな。あと会社で働くにせよ、こうデスクでこう座ってればいいみたいな。しかもエンジニアの人ってこうなんかだらけて座っててもなんか怒られないみたいな。まあ僕が最初働いた会社はそんな感じだったんですね。でも一方でなんか営業の場合だとちゃんとスーツを着てこうなんかカッチリしないといけないみたいな。しかも電話来たらすぐ止めないといけないみたいな。僕も電話が人生で一番嫌いなので本当に苦痛で、まあエンジニアやっぱいいなみたいな。まあそういうのを気づけたことがやっぱ一番大きかったです。まあとはいえなんですけど、この動画を見てる皆さん、もしくは最近の今の時代か生きてる皆さんっていうのはこの点はぶっちゃけ問題ないと思います。情報不足は問題がない。なんで問題ないかっていうと、まあ僕の YouTube もそうなんですけど、他のビジネス系 YouTuber のチャンネルもそうですし、あとまあ Twitter とかもそうなんですけど、まあ最近ってこういうライフスタイルを送っている人ってのはこういう仕事をしているっていうのは大体もう可視化されているじゃないですか。だから、まあ、例えば僕の場合だったら、まあ、YouTube とかブログを書くっていう感じで、まあ、だからこういうなんかバナナとなんかこういう怪しい動画とかっていうのを、バンコクで引きこもって撮影をしていても、まあ、生活が成り立つわけじゃないですか。で、その一方で、まあ、例えばブロガー系とかで言うと、池原さんとかですかね、なんか高知の田舎でなんか草刈りとかもしてるじゃないですか。ああいうライフスタイルができたりとか、あと、まあ、なんか人によってはいろいろ変わってくるじゃないですか。で、そういうこの情報不足っていう点は、SNS とかこういった YouTube が発達することによってもかなり解消されていると思います。まあ、なので、自己管理できない方の、一つ目の問題っていうのはこの情報不足。まあ、ここは多分問題ないと思うんですね。で、続いて二つ目っていうのが、体験不足です。で、体験不足何かっていうと、これ何かを見たりした時に、それを自分元として考えるっていうことですね。で、これって多分多くの人はできてないんじゃないかなと思っていて、まあ昔の僕もできてなかったんですけど、やっぱりその何か情報を見る、本を読んだりとか SNS を見たりしても、まあどうしてもそれが他人事で終わってしまう。まあ例えば最近だとまあ YouTube 始める方も増えてるじゃないですか。で、それで、あ、YouTube で稼げんのかみたいな。まあちょっとやってみようかなと思うけど、なんかどうせ自分には無理だろうなみたいな。まあそういう思考だったりとか、あとはプログラミングちょっとやってみようかなみたいな、やってみようかと思うけど、でも自分には向いてなさそうだなとか。あとは最近だとブログとかもやってる人多いと思うんですけど、ブログ、まあちょっと最近頑張ってるけど、なんかアクセス全然増えないよみたいな。なんかそもそも自分以外アクセス来ないんだけどみたいな。これ無理じゃねみたいな。まあこういう感じだったりとか。まあ結局何かを始めるときって一番最初ってもうほぼ 100% この気持ちなんですね。で、これってまあ仕方がないことでもあるんですけど、でもやっぱりそこからこう頑張って継続してモチベーションを保つこと、まあそれでこう人生変わっていくんですけど、まあここでじゃあ僕が仮に、いやそこで頑張りましょうみたいなモチベーションを保ちましょうとかって言っても、まあ多分皆さん結構しんどいじゃないですか。で、なんでかっていうと、まあもしそれでモチベーションを保ってっていったら、まあこのチャンネル見てる方ほぼ人生も、ほぼ皆さん人生変わってると思うので、で一方で僕の場合だと、学生時代からそういうのをこうコツコツある程度まあ続けることができていて、で、なんでそういうことができたかっていうと、やっぱりその身近にそのかっこよくて稼いでる大人がいたんですね。で、そういった人を見ていたから、まあだから結構頑張れたっていうのはすごいあります。で、具体的にどういう、大人の存在かっていうと、当時僕22歳ぐらいか、それで、大体付き合ってるのほぼ皆さんなんか28歳、29歳、30歳みたいな、まあ今っていう僕ぐらいの年代の人と付き合っていたんですよ。付き合うっていうのはその友達として。で、それで、まあ、例えばなんですけど、会社でエンジニアとして働いているけど、会社のなんか業務なんて全部遊びだよみたいな感じで、まあなんかのほほんと生きてるエンジニアの先輩とか、あとはなんかどっかの企業で働いてるんですけど、なんか副業でなんか彼氏、彼女レンタルサービスみたいな、まあそういうのを立ち上げたりして、まあ副業で稼いでる謎のおじさんとか、あとはめっちゃいろんな世界をこう旅しながら、まあ世界中でなんかいろんな商品とかって発掘していって、でそれを日本にこう輸入して、それで販売して利益を上げてる企業家の人とか、まあこういった方に割と会う機会が多かったというか、まあたまたま会えたんですね。まあだからそれで、あ、こういう生き方もあるのかみたいな、でなんかこっちの方がかっこいいなみたいな、まあそういう感じでまあ頑張れたわけですね。で、多分大半の方ってのはここは足りてないんじゃないかなと思っていて、何かその物事をその体験したことっていうのを自分ごとに置き換えて考える。で、これ自分でもできそうだなっていうふうに、まあそこまで感じることができれば、まあそしたら結構自然と頑張れると思います。まあなのでその自己管理をしていく上でこの二つ目の体験不足ですね、これ結構重要だと思ってます。で、続いてもう一つの問題点入っていくんですけど、これ三つ目が接触不足ですね。で、これどういうことかっていうと、結論すごい人にこうパッて会ったとしても人生で変わらないんですね。で、これ僕自身は結構言われることなんですけど、なんかアナウンサーに会いたいですみたいに言われたりするんですけど、僕基本的に全て断ってるんですよ。で、なんで断ってるかっていうと、まあそもそも僕がまあ引きこもりだからっていうのがメインな理由なんですけど、まあ、プラスアルファでその会ったところでお互いにとってその有意義ではないというか、まあ僕自身もまあできればなるべく家に引きこもってゲームしていたいっていうのがあって、であとプラスアルファで仮に僕に会いに来た方がいたとして僕会うじゃないですか。で、会ったとしてもその会った当日っていうのはモチベーションがガンって上がるかもしれないんですけど、まあ翌日からこう下がり始めていって、それでまあ多分4日後ぐらいには多分もう平常に戻ってるわけじゃないですか。で、これってあんま意味ないなと思っていて、でもその一方でじゃあ今から僕が話す状況っていうのをイメージしてほしいんですけど、これどういうことかっていうと、まあ例えばあなたの状況っていうのが、例えば今会社で働いていまして、まあこれが今自分の状況だと思って考えてみてください。会社で働いていて、でそれで月から金まで出勤をして、でそれで給料っていうのは月収35万ですね。これっていうのが自分の年齢的にはまあ割と平均値。まあこういう方は多分結構多いと思います。でも一方でじゃあ自分がそういう生活をしてるじゃないですか。でもその一方でなんかシェアハウスにいる友人っていうのは毎日のように寝坊しているし、寝坊していて、でなんかよくわかんないけど飲みに行きまくってみたいな、クラブとかもなんか朝まで行きまくってみたいな、なのに月収200万ですみたいな。まあこういう友人が例えば同じシェアハウス、同じ屋根の下にいたらどう思いますかね。まあ多分なんかやばいなっていうか、なんだこいつって多分思うじゃないですか。でこれが僕の昔の状況なんですね。でその当時僕どういう状況だったかっていうと、企業に
に失敗して、それで一回日本でこう引きこもっていたんですけど、その後もちょっとだけお金貯まったんで、まあぶっちゃけ言うと20万ぐらいなんですけど、20万ぐらい貯まったんで、まあとりあえずよし航空券買えると思ってタイに行ったんですね。やっぱ日本にいるとなんかその、なんていうんですかね、なんかアラサーで月収、まあ当時月収10万ぐらいだったんですけど、アラサーでなんか月収10万、実家引きこもりっていう、まあ自分のステータスがダサすぎて、まあとりあえず海外に行けばなんか、まあ海外にいるからなんかごまかせるかなみたいな感じで、まあそういう感じで逃げる感じで出て行ったんですけど、まあそこからタイに行って、まあ生活費ガツンと下げながら、めっちゃもうプログラミングとか超頑張ったんですね。で、頑張りまくって案件とかも超頑張って受注して、それでやっともう本当休みなし、毎日12時間労働で、それで月収30万まで行ったんですよ。で、これで、あ、やっとなんか平均値いけたっていうふうに思ったんですけど、この時にまあちょうど出会った友人っていうのがいて、それがまあさっき言った友人なんですよ。あの、毎日のように寝坊して、で、起きたらなんか、起きてからなんか2時間ぐらい Facebook 見たりしてるんですね。で、Facebook 見て、で、その後になんか飯とかこう、適当に食べて、で、それで、あの、なんか毎晩のようになんか飲み行ったりとか遊んだりしてる。まあ、なのになんか月収200万みたいな。まあ、これ何かがおかしいとって感じたわけですね。で、たまたま僕の場合はその友人と結構仲良くなったので、まあ、日常的にこう一緒に過ごすようになったんですよ。まあ、これが要するにこう、継続的な接触ですね。で、継続的な接触っていうのが起きると、そうすると明らかに自分の人生にこう影響が来るわけですよ。で、なんでかっていうと、まあ、言うまではないんですけど、他はもう12時間も働きっぱなし、しかもプログラミングでなんか指検証へみたいな。で、友達も寝まくり、クラブ行きまくり、寝坊しまくり、Facebook やりまくり、でも月収200万みたいな。で、それで、やっぱ自分のこれじゃ違うなと思って、まあ、そこから、まあ、その経験があったから、まあ、だから僕はブログの毎日更新頑張ろうと思ったんですね。その友人ってのはアフィリエイトで稼いでたんですよ。アフィリエイトで、あ、稼げるんだっていうふうに、まあ、やっぱその身近でもずっと毎日のようにその姿を見ることによって、いや、自分もやっぱそっちで稼がないとダメかなみたいな思ったので、まあ、だから頑張れたんですね。で、だから、あの、僕のその毎日更新1000日間が生まれたっていう、これが、実際のエピソードだったりします。まあ、なので、以上でまとめ3つですね、話していくと、まず1つ目、情報不足、2つ目、体験不足、で、3つ目、接触不足。で、この3つっていうのをこう順番にクリアしていけば、まあ、そしたら多分、あの、自己管理って別に意識しないとそんなできると思うんですね。まあ、だから、その自分で超頑張んなきゃみたいな、そういうふうに言い聞かせるっていうのは、それはそもそも結構、まあ、無意味とまでは言わないんですけど、まあ、継続できないと思っていて、それよりも、やっぱりその、いろんな人に会って、それでそういう人と仲良くなっていく、こっちの方が重要だと思います。